で何も言わずにバッと投げられるとめっちゃ怖いんですよ、はい、何言ってくるわけでもなくバッと投げるみたいな、やばい、今俺は何をしてたんだろうって考えるじゃないですか、はい、それを考えさせられるさせる言ったら考えるのは当たり前なんですけど、はいはい、もう言わないとか、はい、とか後輩には特にやってましたね、言わずに考えさせるみたいな、うん、今聞いただけでもめちゃめちゃ恐怖ですよやばい、小川さん怒ってるらしいよって言って、はいはい、俺ら何したっつってなんか作戦会議してるんですよ、考えててそんないっぱい悪いことしてなんかこいつらってそこまでどれだどれだみたいななるほど、はい、まあ、そんなキャプテンですね、あの意地の悪い性格の悪いキャプテンだったんです、はいはい、横浜高校って全員寮に入るんですか？いや20人ぐらいしか入れないんで、県外生と、まあ、レギュラー陣みたいな感じですね、うん、20人で、大井さんは結構すぐ早めに寮入られるんですか？そうですね、もうすぐ入りましたね、うん、はい、それもどっちかっていうと監視してないと遊びに行っちゃうとか、はい、あのなんか住んでる場所も横浜駅が最寄りだったので、はい、やっぱ遊ぶものたくさん、誘惑がたくさんあるんですよね。そういうのも踏まえて監督がお前寮入れっつってすぐ入れられたのもあるかもしれないです。通えば全然15分ぐらい通いたいんですけど、うん、近いですよね。片親なので家にも働いてるのでいないので、うん、危ないと思ったのかなとは今思えば思いますね。でも確かにそれはすごく正解だったんですね。でも当時どうなんですか、お前寮入れみたいに言われた時に、うわ寮かみたいな、終わったっつって完全に終わりましたね入りたくねえなっていう。あ、もう入りたくないですね。住んでるんですか、渡辺監督とか？交代ですね、コーチが2人ぐらいいて、はい、で監督が週1ぐらいですかね。であとは小倉コーチと、うん、平田さんとかなんか いろんなコーチいて交代だったんですけど、やっぱり夕食のタイミングぐらいでミーティングがあるんですね、うん、で、まあ、渡辺さんとかも話したりするんですけど、小倉さんが僕らの代結構嫌いで、うん、好き嫌いちゃんとあるんで、はい、めっちゃ力を入れて取ったのは記念大会だったので、はいはいはい、に意外と不作というか育ってないみたいなので、うん、なんかよくわかんないですけど腹立ってて、うん、なのでコーチの室行って小倉さんミーティングお願いしますって言うと、やんねえバカ野郎みたいな感じになってうえーと思って、でもみんな食堂で待ってるんですけど、もう自分がずっと土下座してお願いしますみたいな、やんねえっつってんのバカ野郎っていうのをほぼ毎日繰り返すっていうでも最終的には来る、はい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 、で1時間ぐらい話すっていう、はい、だからいや本人はやりたいんですよね、ミーティングで、いろいろ技術のこととか細かいこと話したいんだけど、期待してるよりも育ってない苛立ちを、その無駄な1時間30分ぐらいのこのお願いしますやんねえよっていうコントみたいな新喜劇じゃないですか、はい、毎回毎回それ。でもそこでこう毎日ちゃんとミーティングで細かい野球を押し込まれて、そうですね、ノートみたいなの取って、どんだけ引き出しあるんですか、奥田さんって。あの人もやっぱ細かいですよね、やっぱり すごい細かいのもあるんですけど、引き出し、いやどうなんだろうな、なんかこの場面でこうだよねみたいなのテンプレみたいなのがあるんで、でそこをちょっと崩して応用していくぐらいの感じなので、小倉さんが思うそのテンプレみたいなのをきちんと理解しとかないとやばいっていうだけで、その数多くの引き出しがあるっていう感じだね。なるほど。なのでその応用力みたいなところはめちゃめちゃ見えますね。いやこれこういう練習してんだからこれもできるに決まってんじゃんとか、こういう考えに決まってんじゃん、うんうん、なんでそこまで考えてないのみたいな、あすいませんみたいな。もう考えてないと どうなるんですか、小倉さんは。使わない、単純に使わないですね。もういいよみたいな。なるほど。次なんかいないの1年生みたいな感じで引っ張って、でそれでポッとレギュラー取っちゃう。大石ってなんか当時僕らの時に1年生のがいてたんですけど、はい、ショートで、まあ、その感じでポンと上がって取っちゃったりするんで、チャンスはなくはないかなっていう。じゃあポン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 チャンスは回ってくる。あのヘマをするのずっと待つって星さんが、ヘマしろヘマしろっていう、うんうん、それがさっきのちょっと考えにもつながるんですね。そうですね、まさにそうかそうか、心からミスを願ってる同じチームなのでそうですね。じゃあ小倉さんからこう細かい野球をしてもらえるから、うん、渡辺監督はなんか どういった感じなんですか。渡辺監督は技術的なこともありますけど、なんかもっと大きなことを言いますね、うん、まあ、やっぱ人間としてとか、うんうん、やっぱりあんまり野球にくくらず
社会に出た時とかもそうですけど、まあ、人間としてみたいなテーマで大きく語る感じですね。なので謙虚さが必要とか素直さが必要な部分とかも、まあ、きちんとこうなぜ必要なのかっていうのを伝えてくれたりしてもらいましたね。人間性みたいなところを磨くってことなんですね、うん、それが結果的にプレーにつながる、はい、なぜそれがつながるのかみたいなのを話してくれる感じでしたね。なんか横浜高校出身のプロ野球選手って多くいらっしゃるじゃないですか、うん、で他の高校でもねこういろいろいると思うんですけど、うん、なんかやっぱそういう人間性みたいなところなのかプロですごく活躍して、うん、長くプレーしてる人が多いなってイメージがあるんですけど、うん、やっぱそういうところが結構いや多分もともと持ってるポテンシャルが高いからっていうのが単純な理由で多分横浜高校じゃなくてもある程度やってるとは思うんですけど、うんうん、けどそうですね人間性で言えばもう当たり前ですけどいい人間もいれば悪い人間もいるんでこれはもう渡辺さんのせいでもなく、うんうん、単純な人間性の個人の性格ですけどベースとなってる知識的な部分では付加価値としてはとても強いとは思います。そのプロに限らずですね、うん、大学とか社会人に行っても普通教えてもらえない一生教えてもらえないような細かな内容も高校の段階で刷り込まれているので、うん、なので逆に言うと大学のコーチとか監督からすると、まあ、自分が考えている理論とか知識以上のこととか言うと嫌じゃないですか生意気なので、はいはい、なので横浜高校の選手のことが嫌いな大学の監督さんとコーチも結構います、ね、でも単純に生意気なんですよね。そこら辺は人間として不器用があるな不器用だなと思います、ね、ちゃんと、まあ、そこのねチームのやり方とかに従ってちゃんとやればいいのに、うんうん、結構そういうのもいるんで大学行って辞めちゃうっていう選手も結構いるっすね。それが合わないとかいますいます結構いますね。まあでもそれだけしっかりと教え込まれてる、うん、理論もとにそうですね、最終小川さんの代で行くと、うん、成績的にどこまで行かれるんですか。甲子園だと準決勝で大阪桐蔭浅村君とかあそこら辺に負けたので、はいはいはい、ベスト4とかそこら辺ですか、ね、全国ですか、うん、春も出られるんですよね。春はもう早々に1個か2個前の石川俊君にボッコボコにやられたあれはね結構マジでやばいんですよ。はいはいはい記念大会じゃないですか。で、はい、神宮大会も準優勝とかだったんですよ。で松永さんがちょうど10校上だったので4冠してて無敗だったので、はい、ここを求められてたんですよね我々は、うん、なのでいい選手も揃えてみたいな期待されてって、うん、神宮大会優勝できなかったりでも準優勝、うん、選抜ってなった時に、うん、1回戦シードはで1回戦北大津高校みたいな、はいはい、どこそれ知らないカタカタっつったらボッコボコにやられてやばいってなって新横から新横浜駅に戻ってきたら、はい、もうバスです、恥さらしいみたいな。うわもうファンかめっちゃ期待してたのに松坂さんの世代怪我すなみたいな。お前ら横浜高校じゃねえみたいな、そんなことそんな言うみたいな18歳にめっちゃ言われました。でもう結構落ち込んでキャプテン変わるかみたいな、はいはいはい、でいやもう任せますっつって松本もいるんでって言ったらいやお前で行くみたいになったんで継続だったんですけど、うん、大体こう選抜とかで成績悪いとキャプテン変わるんで、うん、そこは変わらず監督は押してくれたんでそのまま行きましたけど結構気持ち的には折れましたね、うん、もう旬には申し訳ないんですけど知らない北大津高校どこみたいなそうですよね、はい、自国家ファンからしても、うん、多分そう見直ってた、もう滋賀県ってどこみたいな感じだったんでめっちゃ強かったです。何対何で負けるんですか。もう結構ワンサイドですね。6-2とか7-2とか、はい、本当そんなもんで負けてますね。でなんか圧倒的な差として北大津高校めっちゃみんな一人一人が伸び伸びと自分の実力を発揮してたみたいな、うん、なんかあのマインドセットどうやってやってたんだろうなって思ってたら大学入寮した一発目の同部屋が石川俊不思議な縁ですね。お前かいそうなんだ。ホームラン打ってましたよね。打ってましたね。記念500号とか600号とか、ね、ホームランをそうなんだ。当時から彼やっぱすごかったですね。うん、大学もすごかったですけど、うん、素晴らしい。負けるとは思わなかったですけどね。そうですよね。
やっぱ伸び伸び、でもね、そうかって思うとあんまり言っちゃいけないかもしれないですけど、横浜高校ってユニフォーム着てると、はい、勝手に相手が緊張してミスしてくれてた時代が一時あったんです、うんうんうん、我々も最初そうだったんですけど、もうそれ通用しないなって確信したのがその北大津の1回です。うーん、全然相手ひるんでないというかビビってなくて、うん、ミスもしないってなると対等な技術的な実力勝負ってなったら普通に負けましたね。うん、じゃあそれまでは結構チームとしても、ね、神宮大会準優勝して、まあ、実力的にもやっぱ強いんじゃないかってちょっと勘違いも あ、うん、あったあったですね、確実に。うん、けどまあそこまで DeNA に倉本っていうのも行きましたけど、はい、ここの当時なんかまだまだあの体もちっちゃ細かったですし、うん、実力的にもないです。都合なんか県大会1割南部とかだったので、うん、なんか見たらそんな大したことないチームだなと思いながらも、うん、私の性格上、うん、いいよ日本一でしょみたいな、うん、俺らめっちゃ強えぞみたいな感じで、うんうんうん、無理やり引っ張ってた感はあります。ちょっと話戻っちゃうんですけど、はい、そもそもその新チームになった時にキャプテンに任命されるわけじゃないですか、うん、キャプテンって どうやって決めるんですか。なんか毎年違うらしくて、はい、私の時は、投票ですね、選手間投票、はい、で最後首脳陣で決断みたいなので、もう完璧に松本浩一郎だと思ってたんですけど、はい、僕だったっていう結構意外な、じゃあそれを選手から投票で、うん、そうみたいですね。へ、まあ、基本はなんか首脳陣が決めて監督、監督じゃない、監督なりコーチがキャプテンを選出するらしいんですけど、うんうんうん、わかんないです、僕らの代は誰でもいいやと思ったんじゃないですか。お前ら決めろみたいな期待されたまたまなっちゃったっていう。だからすごく言われるんですよ、キャプテンすごいねって。いや別に多分誰でもよかったでたまたまなっただけだから、でそこ誇れるとこではないっていう、ここをあんまり勘違いしないようにしようと思ってますね。当時でいくとその先ほどの話の倉本選手がいたりとか、一個下に筒香選手がいたりとか、どういった後に選手がいたんですか、同時期のチームに。にあの土屋ってエースもプロ野球行ったんですけど、はい、プロ行ったのはそんぐらいかな、そんぐらいですね。うん、1個上に高浜さんって、はい、阪神に行った人、その上にはなんかいっぱいいたんですけど、うん、同級生はそれぐらいで、下が筒香ぐらいで。そのラインなんで、横高からするとそんなに強い年じゃないです。うん、やっぱりあでも3人いってるのか、強いかな、3人いってるはだいぶすごいですけどね。確かにそうですね、今思うのは、はい、あじゃあ強い年か。いやでも、ね、そこまでやっぱ歴代を実力ちゃんと明確に見れるので、うん、例えばポジション一つ一つであの戦わせても、うん、強くないです、うん、強くない。まあでもその歴代と戦う基準が全然違いますもんね。やっぱ上はやっぱ強い、ね、強すぎるというか、うん、でも筒香選手が入ってきた時はどんな感じだったんですか。彼右バッターで入ってきたんです最初で、右でポンポンホームラン打ってんなっていう感じで、はい、すごいドライブかかるんですよ、はい、多分打ち方巻いてんだろうな、だから畳むのが強いのかな、引くのが強いのかわかんないですけど、はい、で小倉さんが左で打てっつって、はい、左でポンポン打つんですよ、はい、左の打球がピョーンって伸びるんですよね、はい、そこからずっと左っすから、最初スイッチで入ってきて、あそうなんですね、もともとスイッチだったんですね、スイッチで主に右みたいな感じだったんですけど、なんか多分押し込みが強いのか右腕が強いのかでドライブしちゃうんでボールが、はいはい、伸びないんですよね、うんうん、でそれすぐ見抜いて小倉さんが左に専念させてましたね。で左で覚醒していって、そうですね、当たったら飛ぶんですぐ4番バッター取られて、はい、でもやっぱ3年生でキャプテンで1年生に4番取られるのムカつくじゃないですか。そうですよね、なので、まあ、すぐ取り戻して、うん、したら甲子園ですぐ取り戻すんですね。そしたらもうそのままパーって全然違ったレベルが。そうですよね、1年の夏でなんか一気に一面かなんかで、はい、バーンって取り上げられてる、ね、確か僕高校通算22とか3ぐらいなんですけど、はい、彼1年生でもう超えてきましたもんね僕の通算。すごいおいおいみたいな。どんだけ打つのみたいな。へえ、じゃあちょっと別格だった。別格ですね、持ってるものは。多分頭のいい子なので、はい、アドバイスしたらちゃんとあの体に落とし込める子だったので、いろんな人がアドバイスして、うん、まあ、一時崩れちゃったりしたんですよ。うん、でプロでも多分一時あって、うん、賢いがゆえ素直さがあるゆえ、うん、なのである程度彼は孤立しているというか、うん、閉鎖的な部分も持った方が確実に伸びるみたいなイメージが あったんですよ、うんうん、それがもう夏の甲子園みたいな、うんうんうん、もうアドバイスせずにもうお前の好きなようにやれみたいな、どん底だったもんだから、うん、
したらもうなんか羽が生えたようにポン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 って。すごいですね。で声を出せってよく怒ってたんですよ、はい、あの感じだからすごいあの静かな、めちゃめちゃ静かなんですよ、はい、もう静かな気の弱いような感じなんですけど、けど関西の子なので、はい、関西気質でやっぱ根にはあったんですよ、根には持ってた、うんうん、で先輩が蓋をしてたような感じがあったので、うん、この子には絶対良くないなと思ったので、うん、もうそれ一回外して、うん、上下関係みたいなのもそこまで強くやらないようにしたら、はい、飛んでっちゃいました、ね、海外まで飛んでっちゃいました、ね、そうです、僕がやりたかったこと実現しちゃったんで。そうですよね、まさに世界一のバッターになろうっていう、うん、一番近くまで行ってるんで、ね、あそこまで行ってるんで、すごいな。そうか。じゃあそのまま最後の夏ベスト4かけですけど、まあその春先発、ま、負けてやっぱ実力だとまだまだだなっていうところで、それはでも結構チームの全員の共通認識みたいな感じ。うん、そうですね。なんかうん、そうですね。選抜負けて帰ってきて、うん、何が変わったんだっけな。なんか変わったんですよ。もう忘れましたね。はい、何変わったか。圧倒的に何か変わりましたね。一気に。なんか今横浜高校って手つないで目つぶって輪っかになって瞑想するんですよ、はいはいはい、あれって今まではずっとバックネット、ベンチヤード裏でみんなでやってたんですけど、はい、なんか僕らの代からそれをもうなんかガヤガヤしてる球場の中で集中しようみたいな感じでやり始めたんですね、うん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 、なんかそういうのを意味も1校の時1校2年生の時に振り逃げスリーランっていうのがあったんですよ。あ、知らないです。あ、東海大相模、あ、そうそうそう、菅野選手監督、あれ2年生の時で、はい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 、決勝ですよ、準決勝、準決勝か、横浜スタジアムで、はい、で結局そのスリーラン3点差で負けたので、はい、でなんか海外にもニュースになっちゃって、なんか名門が初歩的なミスで負けたみたいな、うん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 、でなんかその辺の忘れないようにでのもあって、まずあれがキャッチャーのミスって行ってしまえばそうなんですけど、うんうん、まあね、グラウンドに8人いて、うん、気づけば誰か一人気づけば済んだ話なので、うん、なんかみんなが心一つにみたいな思いでそれをやるようになって、未だにやってるんですよ選手。うーん、絶対意味分かってない、うん、みんなやって、先輩たちやってるからやってんだろうなと思って、ね、っていうのをいつか会ったら言おうかなと思いながらも、はい、意味かとか思いながら言ったってしょうがないかとか、そう、そういった経緯があって、なんか、うんうん、ああいうのはやってた、やってしますね。なんか分かりやすいところで変えたり、考え方もそうですけど、うんうんうん、もう圧倒的にまだまだ俺ら弱いよねみたいな、まず現実というか事実を知って、うんうんうん、けど日本一になるには何が必要なのかっていうのをまたできたから良かったですね。結構あそこで求められてたのは4冠だったので、春夏制と国体と神宮、うん、初っ端な1回戦敗退みたいな、うん、終わりじゃん俺らみたいな、うんうんうん、折れかけたんですけどね、うん、けどやっぱりそもそも期待されているものと実力みたいなものは合ってないっていうのは分かってたので、うん、実力がそこまでないので、うん、松坂さんのようなやべえピッチャーもいるわけでもなく、うん、まあ、土屋も素晴らしいピッチャーなんですけど、うん、僕らができるサイズのパフォーマンスで夏行こうっていう、そこを切り捨てたっていうのは大きいかもしれないです。松坂さんの世代のあの功績をまず下ろそうと、はい、我々には重すぎる2がとか、うんうんうん、で記念大会だけど我々ができる最高のパフォーマンスでいこうっていう感じでいったら、なんとなくいい成績がいきましたね。あれは運の要素があるんですけど、うん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 、いい感じにいけましたね。じゃあちょっとやっぱそこ4冠っていうのは重荷になって、それが先ほどの北大津で伸び伸びプレーしてるっておっしゃってたじゃないですか、うん、相手チームが。それはちょっとわかんないですけど、もしかしたら萎縮して、うん、そうかもしれない、ね、プレッシャーを感じすぎちゃってたのかもしれない。そうですね。なんかインタビューとか記者とかの取材も毎回どうですかって聞かれるのは、松坂さんの世代を超えることができますかみたいな、うんうんうん、こんな性格なのでもちろん、うん、みたいな、うんうんうん、あの春夏連覇も当たり前ですしとか言って、おい大丈夫かって自分で思いながら全部答えてました、ね、平然と。もちろんあの期待されていることをそのままお返しできるようなあのチームなので、うん、見ててくださいとか言って、うん、1回戦敗退みたいで、周りからもめっちゃ言われるみたいな。そりゃそうだよなって思いながら、気づきますよね普通に考えて。まあしょうがないですよ、ね、そっか。じゃあそこで変えて、なんか練習自体も変えたんですか、もっとこうしよう、ああしようとか。変わったかな、
どうなんだろう。あ、でもいや、そんな変わってないかな、うんうんうん、やってることは結構間違いないような練習内容だったので、うん、でもやっぱり意識のところが考え方ですね、その思いみたいな、うん、無駄な、うんうん、なんか無駄な期待に応えたいみたいな、その気持ちみたいなのを捨てるだけで だいぶ変わりますね、うんうんうん。で最後夏の大会迎えるわけじゃないですか。じゃあ全員の気持ち的にはそういうちょっとすっきりした気持ちで夏に挑んでいくと思うんですけど、うん、そうですね、夏の予選は結構順調にトントントンっていったんですか。予選は記憶にないんで多分トントンと言ってますね。何の記憶もないですね、神奈川予選。じゃあもう結構神奈川では敵的なしみたいな。しかも離れてたので。そうか、 南と北でしたっけ。そうですね、そうか、その記念大会だから。で、あの相模さんも慶応とかも全部向こうの島だったんで、運ですね。ありがとうございます。でもあれごちゃ混ぜにやったら多分いけないですよ。もう全然強いんで、慶応とか相模、太田大使とか大使、はい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 、相模ですね。島全然強いです。そうか、じゃあそこは運もあって記念大会っていうのも確実に運です。で、まあ、甲子園まで行き、初戦はどこと当たるんですか。甲子園の初戦、浦和学園です。浦和学院、浦和学院、埼玉の、はい、埼玉。練習試合とかでなんか10対0とか20対0ノーヒットノーランみたいな感じで毎回勝ってるんですよ。なのであれ神奈川優勝決めた時にその球場でくじ引き引くんですよ、はい、あの甲子園トーナメントの、はい、でパッて引いた瞬間6って見たら浦和学院すごいガッツポーズしてるんですよ。勝ったみたいな。でみんなも勝ったって言ったら全然超ギリギリの6対5とかで、ほんとギリギリです。あれもうワンチャン負けてますね。あ、そうなんですね。じゃあ向こうも力つけてきて、はい、でもう横浜高校ビビってないです、あの姿に。もうこれは多分、うん、神奈川予選とかだと神奈川のフィルターがあるとちょっと過大評価されやすいので、うん、みんな緊張してくれるんですけど、うん、甲子園みたいな全国になると、うん、その神奈川フィルター外れて、うん、誰も何もビビらないというか、うんうん、なんなら横浜高校ってどこみたいな、うん、石川俊なんか多分その感覚だと思うんですけど、横浜高校知らないんじゃないですか、ね、知らずに。そう来られるとあの本当実力真っ向勝負とかになると結構いい勝負します、はい、だから浦和君はもう本当バチバチのギリギリですね。本当ギリギリ、本当そこからが本当の勝負というか。そうですね、試合が始まっていくって感じなんですね、うん、でそこでじゃあ6対5で勝って、次はなんだどこだ、広陵とかですね、上本隆史、はい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 、中田蓮とか、はいはいはい、もう首か、あの代ですね。もうじゃあめちゃめちゃ名門校強豪校揃い。苦順はめちゃめちゃ悪いです、ね、悪いですよ、ね、運は良かったけど苦順は悪いみたいな。そうですね、裏学だけ良かったんですけど、裏学も苦戦したんで、そうですよ、ね、結果もう全然悪いですね。だから一番でも最終はベスト4、準決勝か、うん、ですね、まで行くと思うんですけど、どこに負けるんですか。大阪桐蔭ですね。あ、そうそうそう、元時優勝した男です、ね、浅村選手。なんで広陵、仙台育英、聖光学院、おー、すごいっすねみたいな感じですね。で、大阪桐蔭、めちゃめちゃ、めちゃめちゃくじが悪いですね。なんかやっぱ、名門ですよね。でも練習試合でも結構そういうところばっかりするんですか。いや、やらないですね。あ、やらないんだ。甲子園組とはやらないですね。練習試合ってどことやってんだろうな。うん、なんか他県の関東圏のどっかとやったりとか、基本すごいメモじゃないですね、うん、ですね。練習試合の記憶とか本当一試合もないですね、うんうんうん、いや本当何の記憶もないのはやばいな、うんうんうん、じゃあ大阪桐蔭とやって、どうでしたか。大阪桐蔭もう全然レベルはもう多分10回やっても1回勝てるかどうかみたいな感じですね。そんなに違ったんですね。全然違います。まずそもそも土屋の球が全く通用してなかったので、うん、まあ、その時点で我々としては、うん、じゃあ打って勝てんのっていう話なんですけど、うん、福島君ってピッチャー本田はまだやってると思うんですけど、はいはいはい、もう抜群キレキレだったので、ね、全然無理だなと思ってけど、なんか 4,5 点取ったんで、はい、大万歳だと思います。あの打線で 4,5 点取れればそれよりも8点9点取ったら向こうが強いので、うんうんうん、圧倒的な差ですね。もう何回やっても多分勝てない、うん、その大会最終的にはどこが優勝するんですか。あ、大阪桐蔭が、もうそのまま大阪桐蔭、そのまま決勝徳川菊川で
なんか10対0とか、はい、そんぐらいで勝ってました、ね、あ、じゃあ本当に敵なしだったんですね、うん、強いですね当時でいう、けどそれもなんか西の横綱みたいな、はい、メラメラで行ったんで、はい、本当に喧嘩しに行くくらいの感覚で行ったんですよ。で向こうもそんな感じだっていうのはもう耳に入ってたので、うん、でちょっと血の気の多いチームだったので、うん、やっちゃおうぜみたいな、はい、ほんと喧嘩しに行くような感じでした。試合前とか整列とかもバチバチに睨み合ってるんですけど、浅村かなんかがヒットかなんか打った時に、はい、僕らのベンチに指さして、はい、こんなのやったんですよ彼が。もうその瞬間ですよね、あいつやっちゃおうぜみたいな。そうですよね。やっぱ大阪生意気だなとか言って、うん、でそのアドレナリンで 5,6 点、5点とか4点とかも取れた。うん、それがなかったら1点2点ぐらいです。逆に浅村選手に感謝みたいな。そうです、もう汗火つけてくれて変な力が出たっていう、実力圧倒的に上なんで。でも試合前に結構やっぱ分析とかしてたんですか、大阪で。めちゃめちゃしますね分析は。でも分析も、分析も通用しないレベルですね、あれは。ある程度の、結構その分析も細かいので、はい、大体当たってるので、はい、通用するんですけど、なんかそれ以上にもう実力が全く違ったので、うん、大人と子供みたいな感じだったので、うん、もうそもそもそのレベルじゃなかったです。大怪我をしないための処置みたいな感じです。はい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 、はい、うん。ぐらいの感じ。分析って どういうところ分析するんですか？癖が多いですね。例えば、バッター目線で言うと、なんだろうな、どの球を狙えっていうよりも、例えばあのセカンドアウトコースの時右足開くよとか、へちょっとこっちに気持ちが寄るんですか、ね、はいはいはい、とか試合中であればなんか審判ちょっと動くよねとか、インコースの時とか。マジっすか。そういうのリアルタイムでやーっとチーム内で情報共有し合って、はい、あ、それ当たってるねみたいな、じゃあそれで行こうよみたいな感じで統一してそれでいくみたいな。すごいっすね。それもまあ、小倉さんに鍛えられたというか、もうめっちゃ細かいので、はい、野球だけじゃなくて他も細かいんですよ。なんかちょっと元気がないとか、なんか覇気がなくなったり、チームのプレーにムラが出てくると、お前なんかあったら、まあ、彼女と別れただろうとか、ネタ取ってるんですよ。本当に見る能力高いので、見抜く能力が、その辺を鍛えられたので、なんか癖で済むとかはだいぶ鍛えられましたね。とかキャッチャーの音ですね、はい、インコース寄ったりスパイクの砂蹴る音、はい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 、がそれ結構僕は察知してすぐ共有してました、ね。どんな音がするの？音の聞こえる位置ってことですか？とか最初インコース寄ってアウトコース構える人とかいるじゃないですか、はい、うん、なんか典型的にその2つの例なんで、まずどっちかっていうのと、うん、1歩目でちゃんとインコース構えるのか、なんかアウトコースって書いてあるのか、そのデータっていうか感覚と、はい、まあ、ガサツネコとかは足音ちゃんと聞こえるんで、はい、この子音出してるよみたいな言うと、あ、じゃあ聞いてみようみたいな。インコースかアウトコースでは分かれるだけでもだいぶ違うんで。そうですよね。横浜高校の子って結構足引くんですよ。バッターボックスからこう足一歩後ろに引いて打つんですよ、はい、インコース詰まりたくないんで、うんうんうん、あれって普通に考えたら、いや、お前らなんか見てんだろってなるじゃないですか、はいはいはい、でもそういうのは全部、あ、セカンドこっち一歩動いたからインコースだって言って、このタイミングで一個引いて打つみたいなのを練習からずっとやってみたいな。すごいっすね。だから正当な戦い方みたいじゃなくて、なんか作詞みたいな、うんうん、どうにかしてそういう小技やって対等に戦うみたいなのは、なるほど、実力のないチームながらなんか身についてる感じですね。でも確率の問題ですもんね、インコース来るとか、それがより狭められれば、うん、 そうですね、そこに集中できるかな。なんかそう、ストレートと変化球の二分位置よりも内側か外側からの二分位置の方が絶対に打てる確率が高いみたいな、うん、でこのどっちかが分かる情報がちょっとでもあればそっちの方が確率が上がるんで、はい、そっちに振り切っちゃおうぜみたいな感じだったんですけど、すごいで結構決め打ち多いですね、横浜の人は。インコースなんかもうすげえ打ち方でインコース打ってたりするんですけど、はいはい、最初からインコース来るの分かってるみたいな、ギャンブラーみたいな感じですね。へえ、多分上のステージだと通用しない感じだと思います。それってなんだろう、その場その場しのぎの策になるので、実力っていうよりも本当、はい、
そんな感じですね。